にちは、西尾です。今日飲んでるのはリオビールです。最近僕ですね、ソムタム作りにハマってまして、こういう撮影ない時でもソムタム作ったりします。こうパパイヤをね、包丁から切って、やってます。ちょっとね、ソムタムは頑張ってうまく作れるようになりたいですよね。やっぱタイ料理を代表するようなね、料理ですから。しかもこういろんな種類があるんで、まあ、いろんなソムタムを体に叩き込んでいこうというふうに私自分自身課せておりまして、で今日もだからソムタムを作りたいと思います。その中でもちょっと変わったソムタムでしてね、ママ麺使ったソムタム、日本のタイ料理で合うんですかね、ママ麺使ったソムタム。僕だからソムタンも好き、ママーメンも好きっていうことでですね、まあ、以前もママーメン使ったね、ラープっていうのやりましたけれども、今回だからママーメン使ったソムタン、お前ママーメンばっかり使ってんじゃねえかと言われるそうですけれども、ママーメン大好きでございます。そんなママーメンラブの私は今回ですね、作るのはソムタンママーでございます。まずやるのは、まあ主役とも呼んでいいでしょう、ママ麺茹でますよ。前のラープママの時にも言いましたけど、固めです。これまあ好みですから、別に柔らかい方が好きな人は柔らかい方がいいです。はい、 OK、 揚げます。でこれ僕はこう水でちょっとこう、締めます。よし、OK、こちらが今日の材料です。こっちね、ニンニク、唐辛子、干しエビ、マナー、トマト、トワファクヤオ、これは珍しいですね、無用、はい、珍しいってことね、パクチーファランです。あと、まあ、さっき言われたママ麺ですね。で調味料がナンプラー、カラー、パームシュガーですね。こちらが今日のラインナップでございます。でこの材料ちょっと今から切っていきます。で僕さっきね、材料紹介の時忘れてたんですけど、青パパイヤも入れていきます。すいません、これもね、このようにして叩いてね、切っていきますよ。まあ青パパイヤメインのソムタムじゃないんで、そんなにまあたくさんもいらないんですが、こんなもんでいいですね。ちょっとだけ入れます。はい。
今からクロックでですね、材料をポッポッしていきます。まずはニンニク、唐辛子です。ここに干しエビを入れていきます。パンとかで溶かすよ。でそこにですね、野菜を入れていきます。オクラを、で、マナーをね、絞っていきます。ファイヤーもね、入れていきますよ。ソンタムマま完成いたしました。見えますか皆さん。はい、このねソンタムマま言うてあんまりこっちのイサン料理屋もないです。そんなどこにでもあるようなソンタムではないです。だからね、あればね結構もう食べてるんですよ。メニューにあればこのような出来栄えでございます。いい感じでございます。これね、ではいただきます。麺にもねしっかりこの味染み込んでる。ではこの麺の食感と青パパイヤとかこのシャキシャキ感がね絶妙なんですよ皆さん。僕が一番最近ハマってるソムタムなんですけど、このソムタムはまああんまり他のソムタムで使わないものも使ったりしますよね。ムーヨーとかね、パクチーバランとかあんまり他のソムタムでは使わないですけど、まあそういうのもね使ったりして、個性です、個性、個性ございます。入れる材料はお好みでいろいろ変えてみてください。もうなんかこれいろいろアレンジしたいです。ソムタムはちょっと具材他に変えてみてとかね、いろいろこうちょっとやってみようかな。はい、ソムタムシリーズはちょっと続けていこうと思っておりますので、またなんかソムタムこれやってほしいというリクエストあれば書いてください。コメント欄、感想等もぜひよろしくお願いいたします。では今日はこの辺で。